東京ンジリベンジャーズは、爆意圏による日本の漫画。週刊少年マガジンにて2017年13号から連載中。略称は、東リベ、東ンジ。2021年には、東京リベンジャーズのタイトルで、テレビアニメ化、実写映画化、舞台化が行われる。不良だった、主人公が、中学時代へのタイムリープ能力に目覚めたことを機に、 かつての恋人が殺害される運命を変えるべく、元凶となる暴走族チームで成り上がる姿を描いたサスペンス作品。ヤンキー漫画の要素に加えて SF 漫画やアクション漫画の要素が合わさった作風が特徴。第44回講談社漫画賞、少年部門受賞作。2021年9月時点で累計発行部数4000万部を突破。 メディアミックス開口休息に部数を伸ばしており、アニメ放送期間の2021年3月から半年で、それ以前の発行部数1000万部の4倍となった。2017年、26歳のフリーターとして、底辺の生活を送っていた、花垣武道は、中学時代の彼女だった立花ひなたが、弟の直人ととに、犯罪集団東京ン字会の構想に巻き込まれ、 死亡したニュースを目にする。翌日、バイト帰りに何者かによって、電車のホームへと突き落とされた武道は、歴史を覚悟した瞬間に、人生の絶頂期だった12年前の2005年に、タイムリープする。不良仲間と共に、渋谷の中学へ乗り込んだはずが、地元の一大暴走族だった、当時の東万寺に袋叩きにされる過去を、追体験した武道は、偶然なおに遭遇。 彼に、ひなたが12年後を殺される運命であると伝えた結果、武道は死を回避したナオトに命を救われる結果に、改変された2017年に帰還する。武道は、ナオトの奮闘を虚しく、ひなたが殺害された事実に加え、自身がナオトとの握手によって12年前にタイムリープできることを示され、ひなたを救い最悪の未来を変えるべく、東万事での成り上がりを目指す。 声は、テレビアニメ版の声優、縁は実写版のキャスト。通称東万次と呼ばれ、総長、佐野万次郎、副総長、竜宮事件を据える結成して2年ほどの若い、暴走族で構成員は、東京万次会の刺繍が入った黒い特攻服に身を包む。5つの舞台からなり、構成員は約100人程度である。久木ら、学美愛主が参加に入った。 8.3構想後には150人、ハンマラ、バリューハラが参加に入った、地のハロウィン後には新たに、陸番隊が誕生し、構成員は450人に膨れ上がった。しかし、聖夜決戦後、木崎鉄、太氏の除名により、元、学宮一種組と、元、バリューハラ組が脱退し、100人程度まで縮小。天竺との最終決戦前に、 武藤康弘率いる五番隊の脱退によりさらに縮小している。うち五番隊は風紀委員を務めるなど東京万字会内では特殊な存在でチーム内で唯一内輪もめを許されており総長の万次郎の許可なしでメンバーを縮小する権限を与えられている。その五番隊が抜けた後は50人規模まで縮小している。 関東事変後に万次郎の判断により解散した。その後、青州を除いた主要メンバーたちは12年後に開けるタイムカプセルを作成した。タイムリープ前の県内では、総長、佐野万次郎、総長代理、木崎鉄太氏により、賭爆、詐欺、強姦、殺人などを行う極悪集団になっている。地のハロウィン後には、現、陸番隊までの隊長クラスの人間と、 芝八階9位1、カラーオシューラー、国流組が最高幹部となっている。聖夜決戦後には、過去の東万次メンバーは、万次郎の手により始末されており、新たに、黒川イザナがナンバー3として、在籍、依然と同じく青州、9位の国流組に加え、鶴長らの天竺組も新たに加わっている。の死亡、木の海外逃亡もあり、 現代では、イザナが総長として、指揮を取っている。関東事変後の現代では、かつて東万治の主要メンバーだったメンメンが、林田の結婚式に参加した。一番対抗中後人修中学時代の武道の、不良グループ。タイムリープした武道が、東万治の一番隊隊長に就任したのを機に、全員、東万治に入会した。二番隊三番隊四番隊。 東万次官経営者総長、幼いの部高が座る暴走族。犯罪にも手を染める極悪集団で、東京万次会との抗争を仕掛けるために、元幹部である木崎鉄、ふとしの指示で、林田春樹の親友を襲い、彼女を強姦し、林田を追い詰めた。その後、幼いが林田に刺され、相いた総長は空白のまま半間修士が、総長代理として残った。 S63 S 年組と H1 年組をまとめ上げた。木先はこの事件をきっかけに H2 年組を引き連れ東万寺に入隊。8.3構想後はハンマが副総長として実質、引いているバリュー原に隊員が移動したため解散。総長不在の暴走族で副総長、ハンマ、修ジ・ナンバー3に羽ぐるカズトラを置く。首のない天使、と歌われており、 構成員は元、学宮一瞬組と、反、東京万次会勢力の300人。その実態は、木崎が、総長に、佐野万次郎を据え、馬流原を母体とした、東京万次会を作り出すための組織で、実際に現代では、羽根を撲殺した万次郎の身代わりを木崎が用意し、そのまま現代の東万次が出来上がっている。8.3構想ごまもなく結成され、 バジケ介スケを東万寺から引き抜いた。地のハロウィンでは、羽根ぐが逮捕され、バジが死亡しており、この構想後、東万寺の参加に下り、新たに陸番隊に隊員が所属するため消滅。聖夜決戦後は、木崎、半源と共に、天竺に入隊。もともとは万次郎の兄、新一郎の手によって1995年2月22日に、 万次郎のために作られたチームであり、副隊長、秋篠信、新栄隊長、嵐、慶造、特攻隊長、今牛若皿によって日本一に上り詰めており、現代でも伝説的なチームとなっていた。しかし、八代目として継いだ総長、黒川伊佐那により殺人、強姦、賭博盗なんでもありの極悪集団となり、九代目、総長、 マダラメシオトが率いていた時に設立当初の東万治と対決し、一度壊滅させられる。その後、芝大子と武器の手によって十代目として復活。最恐れ最悪の殺人集団となり、再び東万治とぶつかるも敗北し、東万治の傘下に下る。その後、十一代目として総長に花垣武道、副総長にカラオシューが座っている。 東万次解散後から2年後に設立した、ボンは武道をはじめ、武神、荒地、今牛ら元幹部が大幹部や構成員として参加している。横浜に拠点を置き、総長、黒川伊佐奈のほか、四天皇、餅月幹事、灰谷蘭、まだらめしと、幹部、灰谷林道、武藤康弘らまとまるはずのない、S62 世代がまとまった、暴走族。 他に四天皇筆頭、鶴長、総三坊、木崎鉄、太市、幹部、半馬修士に加え、東京万次会から九位一が、武藤の天竺加入の際の手土産という形で合流。これにより、万次郎のカリスマ性、木崎の頭脳、九位の財力の原比が四万次が巨悪化した、原因が組織となった。構成員は、横浜初代天竺の刺繍が入った。 赤い爪りの特攻服に身を包む。東京万事会とは違い、絶対的な王として君臨しているイザナに対し、四天皇及び S62 世代ら幹部たちは、恐怖に支配されているためイザナの命令は絶対で逆らうことができない。妃先の指示により、東万事を壊滅させるために、約300人の兵隊を使い各地で、東万事メンバーを襲撃。武藤らもと、 東京万次会5番隊メンバーが入隊してからは400人規模になっている。しかし、関東事変中に木崎が暴走したことによりイザナが死亡し、鶴町はイザナの後を追う形で意識不明の重体となる。S62 世代たち5人は警察に逮捕され、ほぼ壊滅状態となった。逮捕を免れた幹部たちのうち9位とサンズハルチオは、 万次郎の意向に総行成員たちと共に撤退。鶴町は搬送先の病院で一命を取り留めた。2年後にはすでに解散しており、鶴町 S62 世代以来、六原短大組と9位、三面、関東万次会組に分かれて争うことになる。もともとは、イザナと鶴町の孤児院時代に最勇気をヒントにした真っ当な、暴走族になるはずだった。 関東事変後に結成した、梵天の前身といえる三つの暴走族の総称で、東京23区を3分割したような勢力を持っている。武道がタイムリープした時点では3勢力が均衡状態となっており、関東万次会は明確に武道の敵であることが明らかになる一方、本六原短大の2勢力は、武道が求めていた万次郎を倒すための、 強力な仲間となり得る人物が多数所属している。ボン首領、河原城千まじない、ナンバーに、秋支部神、大幹部、嵐、慶造、今牛若さ、勢力内協力者、竜宮事件が座る3点の一つで、新宿区にある、地下格闘場、B-1 を拠点としている。暴走族ではなく大人の朝鮮党型グレン隊で、黒い噂も多い。構成員は後ろに、 ブラボンマンのペイントがあるフード付きの竹の長いコートを特攻服として着用する。関東マンジカイを倒すことが目的。千マジナイと竜宮神以外の大幹部は、初代、黒竜のメンバーで占められており、生きるレジェンドとして名を馳せていた。六原丹大との交渉を経て、花垣武道が千マジナイの雑用係として入隊したことで所属する、元、 国流のメンバーは4人になった。史上掲載の初版では、ボンと、誤職された。六原丹大総大、寺の南、主席、鶴町、第二席、灰谷蘭、第三席、灰谷林道、第4席、餅月幹事、第五席、まだらめしお虎が座る三点と称する、暴走族の一つで、港区を拠点とした最大勢力。 六原短大の刺繍が入ったつなぎ型の特攻服に身を包む。テラノ以外の幹部は元、天竺のメンバーで占められている。中にはテラノを崇拝する過激派のメンバーも在籍し、正規メンバーとは異なり黒いパーカーを着用している。関東万次会10年前の過去で、総長、佐野万次郎、幹部、サンズハルジオ 9位1が座る3点と称する勢力の一つ。渋谷区を拠点とし、無敵と歌われていた、暴走族で10回目のタイムリープにおける武道の敵。構成員は関東ジカイの刺繍が入った白い特攻服に身を包む。4巻までの表紙は、複数のキャラクターが描かれた青年漫画風のイラストだったが、5巻以降はデザインを一新して各巻ごとに、 キャラクターが単独でポーズをとっているイラストに変更となり、それまで出ていたマキも真相版と入れ替えとなった。これは当初のデザインではヤンキー漫画のイメージが強すぎると判断されたため、少年漫画的な爽やかなデザインへと切り替えることで以前からの枠井、ファン以外の読者へとアピールする目的で行われた。講談社の担当によると、これにより7巻以降で、 売り上げが大きく伸びたという。2021年4月から9月まで毎日放送、テレビ、東京他にて放送された。最終回は椅子に縛り付けられた武道が拳銃を突きつけられた絶体絶命の場面で幕を下ろすクリフハンガーとなっているが、続編制作は未発表である。ミニアニメ、ちびりべが公式 YouTube にて千二十一年四月十二日から九月二十日まで。 毎週月曜19時に配信。また、ATX でも、各話の本編終了後に放送が実施される。内容は、原作者の枠位が監修しており、登場人物たちの日常が描かれる。監督、脚本、演出は、アシナミノル、プチキャラクターデザイン、創作画監督、動画絵コンテ畑原ミノル、アニメーション制作は、スタジオプユカイ。 花垣武道役の新しい勇気によるウェブ番組 YouTube 前が2021年4月3日より YouTube にて各週土曜18時に配信。またウェブラジオ東京リベンジャーズラジアックが2021年4月10日から9月25日まで音お及び YouTube にて各週土曜に配信。パーソナリティは新しい勇気と毎月交代で 他のキャラクターを演じるキャストが務める。2021年7月9日に公開された PG12 指定。当初は2020年10月9日に公開予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響による撮影の中断などが重なった結果、延期となった。公開後もコロナ禍であったが、初登場1位となり3日間で公衆7億に迫る大ヒットスタートとなった。 2021年8月にサン都府県にて公演。アニメに関するカテゴリ東京リベンジャーズに関するカテゴリ実写に関するカテゴリ東京リベンジャーズに関するカテゴリありがとうございます。